本日は皆様お集まりいただき誠にありがとうございます。共謀罪に負けないぞ 9.6 共謀罪対策弁護団結成記念シンポジウムを開始したいと思います。私、本日司会を務めさせていただきます共謀罪対策弁護団事務局次長の久保木です。同じく司会を務めさせていただきます弁護士の米倉陽子です。よろしくお願いいたします。共謀罪対策弁護団共同代表で日本労働弁護団団長であります徳泉健二さん、よろしくお願いいたします。本日は共謀罪対策弁護団結成記念シンポジウムにお集まりいただきましてありがとうございます。共謀罪は悪法です。共謀罪は国民の思想信条、人権、自由を侵す悪法だというふうに思います。これは今日参加された皆さんも同じ思いだというふうに思います。これまでの刑法は実行行為を対象にしていましたけれども、共謀罪、共謀を対象にすることによって犯罪が大きく広がります。無限に広がると言ってもいいと思います。しかも捜査は前のめりになって国民生活を踏み入ってくるという状態になると思います。通信、メールとか電話とか盗聴も行われるでしょうし、尾行も行われるでしょう。そういう点では私たちはこの悪法をですね、絶対廃止し、実行させることはできないという気持ちで戦う必要があるというふうに思います。私は長い間労働事件をやってまいりましたけれども、労働者労働組合はですね、常に競合しているんですねつまり、給料を上げるためにですね、また解雇を 守らせるために、ストライキをやるの、これは業務力妨害になるわけですね。こういう競合をしています。また不買運動をやろうと、あの会社はひどいと、不買運動をやろうということも妨害になります。でそういう競合の連続なんですね。で歴史的に言うと競合というのはコンスピラシーということで、世界各国ともですね、競合しただけで労働組合を弾圧し抑制してきた歴史が数世紀にわたって続いてんですね。そのために労働組合は結成がずっと遅れたという歴史があります。イギリスではですね、自分たちの給料が安いと、仕事がきついと、じゃあ明日みんなで休もうと酒屋で共謀しただけでコンスピラシーで逮捕されて、有罪になった、こういう歴史がずっと続いてたわけです。で最近私は最高裁の段階から関与したんですけども、大変不当な民事訴訟に遭遇しました。富士見事件ということで明日記者会見しますけども、それはですね、ある富士製藩が倒産して全員解雇になります。で全員解雇になったので労働者はですね、親会社に対して、親会社はですね、自分たちの雇用を守れと、継続して守れと。でこの倒産は計画偽装倒産だっていう、そののぼり図をですね、そのビラをですね、会社の敷地内に貼ったんですね。これは子会社と親会社が同じところにいるから貼るのは当たり前なんですけども、凱旋活動とか特別な活動をしてないんですけども、これが信用毀損だということで、会社が1200万の損害賠償を組合員3名に起こして、これは、スラップ訴訟の一種だと私は思うんですけども、その判決ですね、一審二審ともですね、これは会社の信用毀損した、つまり親会社にですね、雇用を求めるとか、その計画偽装倒産といったことだけでですね、信用毀損したということで、組合員3名に350万円の損害賠償を認めたんですね。これ一審二審認めて、私は不当だということで最高裁に昨年上告申し立てしたんですけども、つい最近これを却下する命令が、判決が下りました。これはですね、大変恐ろしいことで、刑事罰でいうと信用毀損という罪名がありますから、この解雇された不当だと、親会社に責任を取らせようと、抗議に行こうと、
ビラを貼ろう、配ろう、こういう共謀しただけでですね、これ共謀罪に該当する可能性が十分に出てくるという危険性を含んでいるというふうに思っています。そういう点では、この民事的な信用毀損の問題とですね、刑事の信用毀損と確かに違うとは思いますけれども、これを共謀罪という観点で捉えると、共謀することは間違いないですから、この犯罪類型にですね、共謀罪を適用していくと、労働運動がより、萎縮し、抑圧されるということになるんじゃないかと大変危惧しています。そういう点でも、労働者の立場、労働組合の立場からも、この共謀罪は大変な悪夢だと思っています。皆さんと一緒にこの廃案に向けて、そして共謀罪が実行されることを阻止するために頑張っていきたいと思います。今日のシンポジウムをですね、その一歩として皆さん頑張っていきましょう。よろしくお願いします。徳住さん、ありがとうございます。一点訂正がございます。先ほど、徳住弁護士の、ご紹介の際に、日本労働弁護団の団長と紹介いたしましたが、正しくは日本労働弁護団の会長になりますので、大変失礼いたしました。それでは、お手元の式次第とはちょっと順番が変わるのですが、本日、日本共産党衆議院議員の藤野康文さんにお越しいただいております。メッセージをいただきたいと思います。よろしくお願いします。どうも皆さん、こんにちは。日本共産党の衆議院議員の藤野康文です。今日は共謀罪対策弁護団の、結成、誠におめでとうございます。法案審議の際にも、弁護士の皆さんには大変な、お力をいただいて、私も衆議院の本委員会で論戦を聞くことができました。審議すればするほどボロボロになっていると、今お話ありましたように、まさに憲法違反の悪法だというふうに思います。この法律による人権侵害を決して許さず、そして廃止に向けて私どもも皆さんと共に全力を尽くしていきたいと思っております。実はこの夏、岐阜県の大垣市というところに行く機会がありまして、私も本審の際、取り上げたんですが、大垣市の、市民監視事件、その現場といいますか、その舞台になったお寺などを見てきたわけですが、本当に綺麗なところで、なんていうんですかね、山があり川があり、川では多くの家族が、川遊びをしているというような、場所でありました。本当にこういうところに警察の監視の目が光っていたんだということを改めて、強く感じましたし、本当に私たちの日常に、警察の目が及んでくるということを、強く実感いたしました。今国会には、来年度の予算概算要求というのが出されております。警察庁の概算要求を見てみますと、テロ対策など予算が倍増しているんですね。今年度は33億4200万円だったテロ対策費が、来年度の要求額はなんと69億7100万円ですから、 2.1 倍プラス、今は金額を明記しない事項要求というのもございます。ですからこれ以上に膨らむことはほぼ間違いない、要求、概算要求ですけれども、そういう意味で警察としては、テロ対策のある、全国で国民の関心を強めようと、していることは、明らかになってきている。こういうものですから、皆さんが、しっかりと、戦いを強めていただくことが本当に大きな、力になると思っております。私どもも、皆さんとしっかり、固めに対して、全力を尽くして、配信に向けて、戦っていくことをお誓い申し上げまして、全体のご挨拶とさせていただきます。ご苦労様です。それでは、式次第の2の、講演に移らせていただきます。講演、共謀罪はなぜ廃止しなければならないか。共謀罪対策弁護団の一員でもあります白鳥雄二教授に講演お願いしたいと思います。ご紹介にあたりましたが、神奈川大学の白鳥雄二でございます。式次第というか資料の中に高山香奈子先生のメッセージがございますが、高山先生をはじめ多くの刑事事務局者がその法案について、今法律になりましたけれども、法案段階について問題があるということで、共同声明、共同の意見書を作成したり、それからいろんな形で、アピール、問題があるという発信をしてきました。
で、これまで以上にいろいろな悪法ができる、あるいはできたということで、批判、あるいは意見書を出してきましたけれども、今回はいつも研究者の結集の5割増しぐらいに集まりました。で、まあ、言ってみれば、心ある研究者がみんなこぞって、この法律、当時法案はおかしいぞと言ってまいりました。で、まあ、賛成する学者が心ないとは言いませんけれども、ちょっとどう考えても問題があるぞということについて、高山先生は、最近、法律事項にまた新しく書かれておりますが、彼女も指摘して、それから我々もやはり納得いかないなというのは、法律でも何でもそうなんですが、内容がおかしいかどうかということと、それから民主主義の国ですから、それを決める手続きにもそれがあってはいけない。それが皆さんご承知のように、国会法、50条の3、レジュメにあったと思いますが、こう、いわばねじ曲げて、かなり無理筋の解釈をしながら、法律を通したと、56条の3ですが、通したというところに、この法律に対する政府の無責任さがあるかと思います。で、どうしてこうなったんだろう。で、個人的には、なんとなく、諦めの気分でいたところ、こういう集会があるということで、私はなんか励まされてると思ってたんですけれども、もう悪法がですね、近年は次々と通ってしまって、反対しても前線全敗という形でですね、なんとなく嫌になって、そんなこといけないんですけれども、悪なれというのは非常に危険なことだなと思いました。で、私が、無事なことで言うと、まだ学者として駆け出しのところは、悪法は結構刑事法については、市民の反対、あるいは一面での反対に潰されてきました。例えば刑法改悪、改正でも言うと改悪、これ20世紀の話です。少年法改悪、それから監獄法改悪、これは大学法の役割でありました。で、それは国、政府の側から言うと逆に全敗だったんですね。それが仕様としては99年の通信50法、当時盗聴法は反対ということで私も頑張りましたけれど、そのあたりから20世紀から司法改革という名のもとで、なんとなくこうオブラートに包んだような形、それから政治状況が変わった、いろいろあって、このところいろんな法が通った。で、今回の共謀罪法にしても、実は共謀罪法だけが問題なのではなくて、特定秘密保護法はね、去年の捜査権限を大幅に強化する刑事訴訟法改正、それから通信傍受法改正、いろんな法律が出て、それがワンセットになって国民に対してどう向かってくるのか、そういう危惧がある。で、ある人は治安維持法の最大だと、で、それに対して若い評論家なので、それはいくらなんでも言い過ぎだ、大げさだと言うんですが、これはなってしまったらもう戻ることができない、最大化、場合によってはもっと悪いかもしれない、そういう危惧がやはり持たれます。で、レシュメの一番最初に今年の1月24日の安倍首相の言葉を引用してあります。テロとの実行の実行が初めて呼ばれる対象であるので、共謀罪というのは全くの誤りだ。これが全くの誤りであることは、ここにいる皆様であればご存知の通りです。ある時代から言葉が、政治の言葉が非常に軽くなってきた。国会の説明答弁でも平気で、総論は調子のいいことを言って、格論でまともに答えない。場合によっては嘘を言う。それがまかり通っていて、最近でこそやっと政権の支持率が少し下がってきましたけど、ここ数年ずっと下がってきました。岡田先生が先ほど紹介しましたけれど、法律事項のところで、こんなにも言ってました。虚偽が堂々と語られ、虚偽であることが明らかになって、なっても誰も責任を取らない。
そんな時代になってきて非常に怖いことだと思います。かつての悪行の時にそれが良かったとは言いませんけれども、もうちょっとまともな議論が国会でなされていたように思います。それが今法務大臣もだんだん質が低下したのか、こうきちんと野党の追及に答えられない、で答えられなくてもそれが通ってしまう。でとりわけこういう、まあ、大事な法律ですので説明責任は尽くすべきだ。元裁判官の方から新聞で言ってましたが、これ基本的に治安立法ですよね。治安協会立法、政府はそれを隠した。で東京オリンピックテロ対策というふうに隠して方便で説明するから説明になってないんです。だから二重の意味で治安を強化するというふうになぜ言えないかというと、それに対応する立法事実がないからです。立法事実というのはこういう立法が今どうしても必要だということを裏付ける根拠なり理由です。社会学誰かが言うんですが、その分野でエビデンスベースと言われるんですが、要するに科学的な根拠なしに政策決定しちゃいけないんです。その根拠が示せないから嘘を 嘘で固め重ねて、だから矛盾がいっぱい出てくる。で法案審議の時には政府答弁のおかしさ、法案の持っている矛盾点をいろいろいろんな学者あるいは運動している方弁護士などが指摘しました。はっきり言ってボロがいっぱい出てくるんですね。ボロがいっぱい出てくる、もうボロボロですよ。で、おかしくないんですね、これ。そのボロボロの法案が通ってしまう。で、これはすでに言われていたことなんですけれども、立法事実がなくて、そのボロボロの法案。で、それも今の日本の、ちょっと難しい言い方ですが、刑罰体系、キラリの刑法っていうのは、何か人が悪いことをしたら犯罪として、まあ、ラベリングしてですね、裁判をやって、場合によっては刑務所に入る。その仕組みについて言ってみれば相当性格の違う異物を混入しようとしている。でそれもすでにいろいろ指摘されてきました。でびっくりしたのが、この法案が法律になったのが6月15日で7月11日にも施行されていることですよね。でなんでこんなに急ぐのか、今ご紹介ありましたけれども、警察予算は案の定相当増えています。で必要もないの、まあ、テロ対策が必要ないということは誰も言っていないんだけれど、高山先生など多くの研究者が指摘するように、そういうあのテロに特化した対策は法文上、法律条約上はかなり整備されているし、それはそれで、まあ、やることになると思いますが、それとおよそ関係もない多くの市民生活あるいは言った経済活動を対象にした法律ができてしまったということの問題点を改めて考えたいと思います。私がやられている時間はそんなに長くないので、ポイントキーワード的な言い方になるかもしれません。レジュメを斜めに見ながら聞いていただきたいんですが、この悪法が乱用されたらどんな風になるのか恐ろしい。小池先生なども後でお話しになると思いますが、何らかの歯止めのための装置、そういう機関が必要ではないかという議論もあります。それからこの法律を施行して実際に使うために、こう今の捜査体制では不十分だという議論がこれから早晩出てきます。で去年の刑事訴訟法改正の時に見送られた会話室内盗聴あるいは会話盗聴といわれる電話以外の盗聴ですよね。それは日本では今違法で違憲でなされていないんですが、そういう法ができる可能性もある。でこれを難しく言うと、行政警察の肥大化、司法警察よりも行政警察が肥大化して、本来犯罪捜査としてできないことまでテロ対策治安維持ということでできてしまう。でそうした時に大きく2つ問題の領域を分けて考える必要があると思っています。一つは裁判を念頭に置かない警察活動、
つまり市民活動、あるいは政治的な活動、労働組合などについて証拠を集めて、将来裁判をやって有罪にする、これは時々、まあ、アリバイのように、まあ、やったり、そういう裁判もありますけれど、多くの場合は情報収集で、情報収集して市民活動がどうなっているのか、組織メンバーがどうで、予算がどうで、どんな活動をしているのかということを補足する、把握する、情報扱いするということです。で、この現象が、まあ、これまでに何度もありました、まあ、堀越事件などもそうですけれども、80年代にもこう経理が軽犯罪法などの違反を理由にして市民団体に対するして、まあ、どんなどんどんという浅い例をかけ、パソコンから会員名簿、名簿から情報からみんな持っていくというようなことが80年代にありました。で、この時は単位会、各地方の弁護士会や弁護士、まあ、西弁でも確かそうだと思いますが、いろいろこう批判したり警告したりで収まったということがありました。で、時折そういう波が来ます。ただ当時は今ほど捜査、まあ、公安警察の側にはそういう手段、ツールはなかった。今回の法律でそういうものが得られるようになった。これを考えてみたら非常に恐ろしいことです。で、今取り調べの可視化とかいうことがよく言われますが、行政検察の怖いところは可視化されてないんですね。犯罪捜査については新聞、テレビなどで誰が捕まりました、公務執行妨害で執行質問の時に逃げたら誰々、ね、逃げました、よく新聞に出ます。で、司法検察は見える、まだ比べたらまだ見えるんです。裁判は公開で行われます。しかし市民に対していろんな形で情報収集する、で、それが正しく収集されているかどうかは分からない。もしかしたら今このオウム真理教がどうなったか詳しく分かりませんけれども、例えば私がいつの間にか信者としてこう向こうの警察の方のこう情報の中に位置づけられているかもしれない。違いますよって言えない。で、個人情報についてはまあ、だいぶ進んではいるんですけれども、警察関連の情報っていうのは黒塗りです。私も北海道にこの間いたんですが、北海道で個人情報情報公開の審査会に委員などをずっと習ってやってましたけれども、やはり治安公安に関する情報っていうのは今現在の制度でいうとなかなかチェックできない、チェックもらえない。私の形で情報が集められるという危険がある。それからもう一つ、二つ目のカテゴリーは共謀罪で捕まえて、で、裁判をやって有罪にするという流れを考えてみてください。これ、組織的犯罪集団についてはもともとは市民団体でもいいんだよ、それが犯罪の時にそれに転嫁したらこれに当たるんだよというのは国会で政府の説明でありました。それから共謀の仮には計画にしています。それから準備行為、まあ英米などでいうオーパーダクトというんでしょうか、それで要するにこう何らかの準備的な行為があればこう3点セットで共謀罪が成立しますよ。で、これは、まあ、処罰の前倒しだよという説明なり批判があるところですが、これ立法がなされる前であればそういう批判でよかったんですが、適用される可能性が今出てきています。これ何が問題かというと、自白がないと証明非常に難しいだろうと思います。で、無理な自白追及があるかもしれない。で、逮捕を拘留されていると録音録画が義務付けられているケース、まあ、まだまだ足りないんですけれども、まあ、そちらの方があるかもしれない、まあ、で、逮捕を拘留されない任意の取り調べでなされるかもしれない。それからいずれにしても準備行為としてこう想定されるのは ATM でお金を下ろすのもそうなんだよ、データが借りるのも準備行為に当たるんだよという説明がございますが、そうなるとどうなんですか、少ない証拠で有罪にせざるを得ないでしょう。明らかに冤罪が増えると思います。関係ないと思うんですよ、
それでも僕はやってないってやりましたよね。最後有罪で終わりました。痴漢の事件がやっぱり冤罪が多いのは事柄の性質上証拠があまりないからですよね。共謀罪法はどうかというと、これもろくな証拠が集まらないだろうと思われば、プラス構成要件自体、何が犯罪かというところ自体が非常に漠然としているために、法律解釈と証拠の評価の解釈、どちらも非常にこうグレーゾーンといいましょうか、曖昧なところが残ります。そうすると冤罪も存在します。テロ事件に限りませんけれども、特にテロ事件というのは冤罪になりやすいんです。イギリスのいろいろな民主主義公安の改革の元になったバービナム6、ギルフォード4、聞いたことあるのでいらっしゃるかもしれませんが、という大きな冤罪事件は、これいずれもテロ事件です。IRA のテロについて無理な取り調べで事案が あったんだけれど、全部その事案です。で、先日弁護士の先生向けに私調べたんですが、どうやって調査するか、私というかあまり僕ら説明できなかったんですが、ここにも弁護士の方いらっしゃいますけれども、すごく困ると思います。何を対象にやればいいか、証拠、例えば準備行為に当たる、こう社会的には透明、無所透明な行為について証拠出てきた、これから準備行為、まあ、6条の技術的にどうやって推理推論するか、その過程は裁判官の胸三寸ということになる。多分弁護士の先生が困るということは裁判官が困る。で、一定の割合でコンスタントに冤罪が出る、そんなひどい事実になる。で、それを防ぐために、例えば裁判の場であれば、法律自体が違憲なの、違憲の法律であれば、もちろんそれを適用してはいけないわけです。運用の違憲、あるいは捜査手法に問題があれば、違法収集証拠というのもあるかもしれない。で、そういう形で日本の刑事裁判、捜査、それから市民制度、すべてにマイナスの効果しかないような要因がある。ちょっと時間を超えてしまったので最後まとめて申し上げますが、この法律によって我々の社会生活、経済活動、いろいろな萎縮効果があります。で、先ほど新しい捜査方法も早晩実現する可能性、提案される可能性があると申し上げましたが、この方法で一番危惧されるのは監視型捜査といわれる捜査のやり方がどんどん強化拡大されていくことです。で、そのことによって行政警察はますます拡大する。で、個人あるいは団体の情報が国家権力の側に集中するという図式はこう常にもう施行されておりますし、進行中のものです。で、こういう社会を我々は拒否しなければいけないし、この問題を共有できれば広い形で市民的なつながり、運動をもっと広げていけるのではないかなというふうに思っています。まあ、理がない話になりましたけれども、私からは以上です。どうもありがとうございます。それでは、また、式次第とは順番が前後するのですが、本日、民進党から、大阪政治部衆議院議員がお見えになられています。メッセージをいただきます。よろしくお願いします。こんにちは。今日は民進党の衆議院議員の大阪政治と申します。今回この共同体法案では、衆議院の法務委員会で野党の筆頭理事を務めさせていただきまして、その野党の私先頭に立たせていただいて、議論を進めさせていただきました。ところが残念ながらの結果になってしまったわけであります。特に参議院では委員会採決もしないでですね、法案が強行的に成立をさせられるという、前代未聞のことが起こってしまったというふうに思っています。1924年、今から、93年前のことになってますか、治安維持法が成立いたしました。治安維持法と今回の共謀罪、
これを同じようなものだとなぞらえる方も多いようでありますけれども、私は必ずしもまあ同じではないだろうと思いつつも、ただしかし今の時代背景を考えるとですね、やはり昭和初期に似ているというふうに思わざるを得ません。と申しますのも、5年前の12月、安倍政権がスタートして以降、本当に矢継ぎ早にいろんなことが社会の中に組み込まれるようになりました。特定秘密保護法しかりであります。それから武器の輸出が以前よりもどんどんしやすくなりました。それから教育現場への介入というのも、政治の介入が前よりはしやすい状況になっております。それから特定秘密保護法、さらにまた、原子力の輸出も以前よりはしやすい方向へと、政治の流れが変わってきているということです。それから今国会で明らかになったのはですね、公文書管理法、これ2011年に施行されました。これ相当苦労して法律を作って施行することができてですね、これから日本もやっと民主主義の国家としてのある種のスタートラインに立てるというふうに思ったわけです。ところが PKO の日本問題や加計学園や森友問題、これ全て根っこにあるのは情報の隠蔽、公文書の廃棄、公文書の不存在、こういうことに起因するわけであります。しかも公文書管理法に照らし合わせると、それがあたかも合法であるかのような言い回しをしてですね、民主主義の根幹である情報を表に出さない、すなわち公文書管理法が隠れ蓑になっているというようなですね、とんでもない運用まで行われる始末であります。まあ、こうしたことを考えてみると、私たちの国は国民主権、そういう国から国家主権の体制へと移っていっているのではないかと、たった短いこの5年の間にそういうことを思わざるを得ません。そして加えて昨今のこの北朝鮮の問題を非常に強く煽る風潮、私は土曜日日曜日の朝のいわゆるニュース番組と呼んでよいかどうか分かりませんが、ニュースショーのようなものを見ていてですね、ビリー・リサイニーの模型まで作ってミサイルの軌跡を説明したり、そして危機を通り、そして日本とアメリカと韓国が共同歩調を取るかのようなことをどんどんルフをしていくわけであります。果たして日本の国ってもともとそういう国だったんでしょうか。全く私は違う、そういう立ち位置、軍事的スタンスは違うはずだったのに、その中にどんどん組み込まれていく、まあ、そういう国づくりが進んでいくわけです。そしてその上に加えて、私は共謀罪、これが施行されてしまうとどうなるか、まさに国家監視型の社会の完成ではないかというふうに思います。まあ、その意味で今回弁護団の皆さんがこの対策という言葉を入れてですね、共謀罪に対してしっかり監視の目を強めていこうじゃないかという取り組みをされることは非常に大きな意義があると思っています。特定秘密保護法も安保法制も成立の直後は随分世論も盛り上がりました。多くの皆さんがこんなのを忘れてはいけないんだということを言いましたけれども、残念ながらやっぱり時間の経過とともに私たちは忘れてしまう動物であります。だがしかしこの5年の間に起きたことは私は絶対に忘れてはならないし、この今の社会の大きな流れ、この変化をですね、しっかりと私たちが敏感に肌で感じて、この国がおかしな方向へ行かないようにですね、きちんと騒いでいかなければいけないと、そんな思いでおります。まあ、今日がその弁護団の皆さん対策っていうことでありますので、そのある種のキックオフの日になる、彼らがこれで共謀罪でそう仕上げたというんであれば、ここからが本当の戦いであるという、そういう強い思いでですね、私も国会の活動をしていきたい、そういう思いでありますので、皆さん共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、式次第の3の方に移らせていただきます。弁護団からの発言。まずは、共謀罪の成立に思うことをテーマに、平岡秀夫共同代表にお話しいただきます。皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました、共謀罪対策弁護団共同代表でございます。弁護士の平岡秀夫でございます。今日はですね、皆さん方のお会いしている、式次第ではですね、
競合罪の成立に思うことと書いてありますけれども、これはだいぶ前にですね、どういう罪でありますかと聞かれて、とりあえずこういうふうにしておいたんですけれども、その後ですね、いろいろちょっと勉強いたしましたが、先ほど白鳥先生からもご紹介があってですね、高山香子先生の、法律事業に載った、本っていいますかですね、メッセージを読みましたらですね、白鳥先生も今日そうだったんですけれども、刑法学者の方々がこれだけ政治的に取り上げていただいているなら、元政治家である私がですね、その問題を離れて話すわけにはいかないという思いでですね、今日ここに書いてあるような、競合罪を成立させる環境と競合罪成立の後の環境と、こういう題でさせていただいたわけでございます。先ほどですね、大阪議員がかなり政治的な発言をされましたので、ちょうど、刑法学者と政治家の間ぐらいの話をですね、少しメモに、レジュメに基づきながら、お話を整理していきたいというふうに思っております。ということで、まずはですね、なぜこの共謀罪というのが今回成立したのか、こういうことをですね、よく考えてみなければいけないなというふうに思います。実は私もですね、2005年、6年の時に、法務委員会、衆議院法務委員会で野党筆頭理事をしておりました。今回の大阪議員と同じような立場です。その時はですね、非常に激しい議論をしたんですけども、最終的には、小泉総理が成立を諦めました。だけど今度は諦めなくて成立したんですよね。なぜそういう違いができたのかなということを考えてみると、一つはですね、安倍政権にとって強行罪を成立させたい政治の流れというのがあるんだということをまず皆さん方に知っていただきたいというものですよね。なぜかというと、安倍政権はやっぱり戦争できる国づくりというのをですね、目指してきているんだということなんですね。ここに書いてありますように、第一次安倍政権のですけども、新教育基本法というものを作りました。で、防衛庁を防衛省に昇格させる防衛省設置法というのを作りました。で、第二次安倍政権になりましたら、特定秘密保護法、あるいは集団的自衛権の行使を容認する戦争法というものを制定をしてきたという流れがあった。で、そして今回は競合罪の創設ということで、ある意味では戦前の治安維持法に、まあ、匹敵するような、そういう法律を成立させたということで、いよいよ最後に残された課題としてもですね、憲法改悪をして、憲法9条をですね、まあ、あるでは、何の意味もない条文にしていこうという、あるいはそれを変えていこうと、こういう動きがあるということです。その中にこの共謀罪というのがあるんだということをまず理解していただく。そして共謀罪を成立させたですね、まあ、権力者である安倍首相の手口というものを考えなければいけない。麻生総理がですね、誰かの手口を学ばなきゃいけないというふうに言いましたけれども、私この安倍首相の手口というのは、この民主主義社会においてはですね、決して許されてはならない手口を使っているんだというふうに思うんですね。これを整理してみました。まずは、国民を欺く説明文、これも先ほどお話も出ましたけどですね、テロ等準備罪というふうに誰が名前を付けたのか、法務省ですらですね、明言できないような、そういう名前で、つけて、国民を、まあ、騙していくかというふうに言えるんだろうというふうに思います。この前ちょっとある本を読んでましたらですね、安倍昭恵さんが、総理が安倍総理になりたかった職業というのは何なのかというので、映画監督だったそうですよ。この映画監督になりたかったということはですね、多分私は安倍首相というのはですね、自分が監督になって、自分がこういろんなこう筋立てをしてですね、発言文法を全部考えて自分が演じていく、それを今ずっとやり続けてきたというふうに思うんですね。これが国民がまくですね、欺かれた大きな結果だというふうに思います。それから合理的国会運営は先ほど来からですね、出てきましたが、国会法に違反するような採決もしたというようなこともありました。衆議院規則と、そしてその関連に反するような委員会運営というものも行われました。まあ、大臣の、ね、住民と答えられないということで、刑事局長をです、ね、常時委員会に出席させるということを採決できたというようなことをやったんですよね。そういう国会運営、そして、批判を許さぬ政治家人事、これは批判的な政治家はですね、冷や飯を負わせる、自分に忠実になっているか、自分と考え方を同じくするような人は抜擢をする。まあ、例を挙げればですね、稲田朋美さんは抜擢型ですよね。
村上誠一郎さんは、冷や飯型、そして野田聖子さんは冷や飯型からついにバッテリー型になったのはここにあるシリーズ低下のためにやむなく、まあ、変更せざるを得なかったということなのかなというところが、さらに、政略的な官僚人事というのが、まあ、最高裁の最長官判事というのが、まあ、官僚と呼べるかどうかというのは分かりませんけれども、今や私もちょっと、司法の場において活動している中においてですね、裁判所は一体これでいいのかと、どこ見て裁判してるのかというふうに思われるような事案というのはたくさんあります。それもですね、まあ、最高裁の判事の人事をはじめとする、まあ、判事人事というようなものということがですね、まあ、影響しているのかなというふうに思います。ここにありました内閣法制局長官、日銀総裁、NHK 会長経営というようなものについてはですね、皆さん方も、まあ、思い出せば思い当たる節がいろいろあるんだろうと思います。そして極めつけはですね、内閣人事局、これを作ってですね、そのトップに政治家を据えて、本来は政治家する予定ではなかったんですけどね、政治家を据えてですね、忖度をする官僚が出世をする、まあ、国民の方を見てですね、行政をする、官僚というものはですね、私のように飛ばされていく、こういうです、ね、構図というのが、まあ、できてきてるんじゃないかなと、こういうふうにも思います。で、自己満足を目指す会議体、これも安保法制法とかですね、教育再生、実行会というようなものがあったんだろうと思います。そこでちょっと言い忘れたんですけどもですね、戦争できる国の人づくり政策っていうのはこの1の括弧1の括弧にもあります。共同体はですね、何をするかということを言うとですね、まず一つは、物を考える国民を作るための新教育基本法の、まあ、制定と、そしてその実行ですよね。今日 NHK のニュースを見てたらですね、ちょうど、道徳の教科からの話を取り上げてみました。で、教科化されるとですね、それに対応するその教科書が作られるんですね。そしてその教えたことに対してどれだけ習得したかということの評価っていうのを先生がしなければいけないというようなことが行われてですね、この教育基本法の中にはですね、皆さんご存じのように和と郷土を愛する、そういうですね、タイプを養っているということがこう基本を書いてあるんですね。それを教え込んでいるんです。教え込んで教え込んで教え込んで自分がですね、何をこう考えていいか、まあ、分からないことなんですけども、自分で考えられないようなそういう、まあ、国民を作っていくというようなことがですね、目指されているからと。特定秘密の方法はですね、物知らぬ国民を作っている、大事なことはですね、国民には知らせないというようなことでやってきた。そしてこの共謀罪というのは物言わぬ国民を作っている、何か相談をしたりしたら、何か言ったらそれをもってしてですね、まあ、犯罪になるかもしれない、だから言うのやめておきましょう、相談するのやめておきましょうというようなですね、ことを作っている。これが戦争できる国の人づくり政策ということで進められてきているんだというふうに私としては思っております。そして、さっきのところにまた戻ります。過去にのところに戻ってですね、マスコミ操作というのも大変ちょっとものすごい露骨ですよね。 NHK の会場にもそうだったし、前の総務大臣による、放送法による提案も脅しもありましたし、マスコミ幹部とですね、ゴルフをしたり食事をしたりして、一体日本のマスコミも変だとは思いますけれども、そういう形でですね、自分たちの陣営に引き連れていこうとする、安倍首相の手口というのも私たちはしっかりと警戒しなきゃいけないと思います。先ほど、北朝鮮の報道ぶりの話がございましたけれどもですね、やっぱりこれはですね、安倍政権支持率が下がっている、だからこれで支持率を取り戻すためには、あれ北朝鮮の脅威を煽ってですね、やっぱり安倍政権なければ北朝鮮の脅威に立ち向かえないんだという、そういう雰囲気をですね、作りたいんですよね。それにマスコミが協力しているんですよ。まあ、そういうことをですね、我々はしっかりと、認識した上で物事を考えていかなければいけないというふうに思います。で、7番目としてはですね、まあ、安倍政権に対して批判的な人物、ここでは前川元文科大臣時間を挙げましたけれども、そういう人たちについてはしっかりと身辺調査をしておいてですね、いざとなったら立候補していく、そして脅しをかけるという、まあ、こんなことまでやってきたということですね。で、こういう書いてなかったんですけど、先ほど大阪議員の話を聞いてて、あ、そうだ、この文書管理のあり方についてもですね、ちょっと言わなきゃいけないなと、この次からはですね、丸発として入れておきたいというふうに思います。まさに公文書管理ってのは本当は目的が違ったんだけど、その公文書を隠すこと、あるいは、そのどうやったら、明らかにしないで済むかという、そのために利用されているというようなね、本来のあり方と違う利用し方がされているんだ、こういうことですね。こういう手口を使ってこの共謀罪を成立させたんだということを
皆さんも共通の認識を持っていただきたいというふうに思います。そして共謀財政立国の環境、どんな社会になっていくのか、これは先ほど来からいろんな方々がお話になっているのでございますけれども、憲法無視の監視社会へと移っていこうということになろうと思います。だからこそ我々はですね、共謀財対策ペコーナーというのを作って、この共謀財がそういう社会に、持っていくことをですね、できないようにしていかなければいけないというふうに思っているんです。まあ、各地に書いてあるのはですね、まあ、今までの日本の刑事法体系にしょうがない刑事罰の誕生はこれにしたことによってですね、まあ、憲法でいうところの、憲法19条の内心の自由とか21条の表現の自由というのが侵されてくるかもしれない。それから、構成要件の概念が非常に曖昧でございますからですね、そういったところによって、基本的人権が侵害されるというようなこともあるかもしれないというふうに思っています。さらに、監視社会をもたらす話として言えばですね、まあ、疑いしだけで処罰をする恐れがあります。まあ、証拠がでち上げられるということがやりやすい、そういう、これは刑罰なんですよね。そして、恣意的政治的捜査の恐れがあるというふうなことが、私ちょっとですね、今いろんなまた勉強をしているときにね、この議事録を読み返してましたらですね、4月7日の衆議院の本会議で与党議員のですね、質問に対して彼ら本大臣がですね、こういうふうに答えている表面があったんですね。質問に答えて、ご指摘のような自然環境や景観の保護などを主張する団体は、その結合関係の人としての共同の目的が、そのような正当な目的にあるものと考えられ、重大な犯罪等を実行することにあると考えられませんから、組織的犯罪集団に当たることはなく、座り込みを計画したとしても、テロ等準備罪による処罰の対象となることはありませんと書いてあって、正当な、ね、目的が、を持っているのなら、このテロと準備罪の対象にならないんだということを言ってるんですね。でもこれはその後ですね、民主党の議員が委員会で質問して刑事局長に実質的に否定はされていますけど、でも正当な目的を持ってるか持ってないのかって、ね、誰が判断するんですか。捜査当局なんですよね。捜査当局はですね、まあ、環境法なら正当なあれだけども、官邸前で座り込みをしたりですね、あるいは防衛省前でですね、座り込みをしたりするのは、これは正当な目的じゃないから、これは組織的犯罪集団になるんだというようなですね、そういう考え方をこの答弁の中に盛り込んでるんだと思うんです。これは彼らたちが出来が悪いから言ってないですよね。彼ら大臣が本会で言ってることはあれ読み上げてるんですから、ね、あれは法務省がしっかりとした検討した書いてある部署なんです。それにもかかわらずこんなことが言われているということで、私は恣意的政治的な操作のそれがあるというふうに思います。で、通信傍受とか海洋傍受の拡大の話は先ほど千春先生からもありましたので省略をします。自白返上の取り調べ、取り締まり可視化との関係についてもお話がありましたので省略いたします。時間がないので、最後一つだけですね、私は共謀罪がどういうふうに使われるかというのをですね、ここには書いてないんですけども、事実を持って非常に恐怖を感じております。これは7月11日にですね、共謀罪の施行となって法務大臣の訓令というのが出ています。ここで何を訓令しているかというとですね、これ全国の検察庁に対してテロ等準備罪を適用した事件受理から裁判での判決確定まで各段階で法相に報告を義務付ける。で、海田大臣はですね、記者会見で事件数や内容、裁判結果等今後の報告によって把握した上で改善とか、あるいは法改正も結果の判断でやっていきたい。私はね、これ常識的に言うとこれ立件していくのはものすごい難しいだろうと思うんですよ。で、難しいかというとですね、全然実績が上がってこなかったらですね、一体どうなるのかなと。せっかく作ったね、あれだけ必要だと言って作った共謀罪の法律がですね、全く適用されてないような状態が起こってるから、これはなんかおかしない。もっと探してですね、もっと立件して、もっと実績を上げてこい。そうでないとですね、我々が説明したのが違うんじゃないかというような、そういう圧力がかかってですね、まあ、とにかく非常に曖昧なものでも、どんどん立件されていくということが生じるんじゃないかというふうにも思うんです。まあ、そういう運用のされ方をすることが、この訓練の中でですね、垣間見える、こういう気がします。だからこそ、我々、共謀罪対策、弁護団はですね、そういう事態を決して起こさせないように、もともと初期の段階からですね、いろいろ皆さんと協力して、共謀罪、が決定されることがない、そして、積極的には共謀罪法がですね、しっかりと廃案されるように、廃止されるように、頑張っていきたいというふうに思っております。限られた時間ちょっと紹介したかもしれませんけれども、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。監督のための第三者機関の設立のために
をテーマに、弁護団の小泉失礼いたします小池慎一郎弁護士にお話しいただきます。よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました弁護士の小池と申します。最後に先ほど平岡先生が共謀罪を適用させないという話をしました。私もこの視点から共謀罪法が施行されましたけれども、それが実際に適用されないように、それを凍結し廃止に導くためにどうしたらいいかという視点からお話を申し上げたいというふうに思います。別名に基づいてお話しますけれども、金田氏さんという国連の特別報告者、国連の人権理事会で選任された、正式の国連機関の人です。この方が、日本の審議中の法案に対して、コメントするなんて全く異例のことでございます。でもコメントせざるを得なかった、それほどのあるものであって、このままでは大変なことになるということでも、黙れる力の部分だったと思います。内閣まで首相宛ての書簡が出されました。この金田さんはその書簡の中で、共謀罪法案について、監視を増強することになる中にあって、適切なプライバシー保護策を新たに導入する具体的な条文や規定がないということを指摘しております。金田さんと一連連とのやり取りの中で、もっとはっきりと言うということは、警察などの活動を監督する活動監視機関を設置しなければならないと明確に言っております。それは警察などに説明責任を果たさせる権限を有する行政府及び立法府から完全に独立した機関であって、警察などに権限を与える法令の今回の共謀罪法に対しては、監視される個人がアクセスできる、監視されたということで、どうだということで、訴える、アクセスできる有効な手続き的救済方法を備えなければならない。監視技術の発展、とりわけスノーデンの暴露を受けてみると、このような監視、活動監督機関というのは基本的人権が生きながらえるための最低限必要な保護機構であるというふうに明確に言われているわけです。ニコラス・バッサス、さんという方が、この条約をの立法を解説していたわけですけれども、この方も捜査の主体や手法を監督する仕組みを明確にする法律を求めるというふうに言っております。共謀罪法が捜査権力の乱用を促進することははっきりしています。共謀罪法が施行される以上は、警察の恣意的な監視や、盗聴、任意という名の取り調べや強制捜査のあり方など、こういった活動をチェックするシステムが並行してどうしても必要だということを言いたいわけです。私が言いたいのはこれにつけるんですけれども、7月11日に、共謀罪施行を受けて、シンポジウムにありました。そこでの話の模様が東京新聞に大きく報道をされました。お手元の資料がございます。これ一面トップで空入りで、警察による人権侵害をチェックする第三者機関のイメージというふうに紹介していただいてますね。活字の一面のもう出だしから警察を監視する必要と、内容ハードル法律から提言というふうに大々的に報道していただきました。朝日新聞が7月12日付、同じ日の朝日新聞でタレントのパトリック・ハーランさんという方が最後の部分なんですけれども、ご先生からですが、日本でも第三者機関によるチェックなど捜査当局の身勝手を許さない仕組みを取り整えた方がいいというふうに言っています。8月19日付の朝日新聞の新設、これもお手元にありますが、この方法3段目の最初の方ですが、権力の行き過ぎにブレーキをかける方策には手をつけずに、犯罪摘発の圧力だけ踏み込む、こんなご都合主義でいいんだろうかというふうに言っております。諸外国では警察を監視する機関はすでにたくさんあります。ニュージーランドに私は日米の委員会の実況長として行きましたが、同じメンバーである近藤弁護士が、山陽新聞そのニュージーランドの模様を書いております。独立警察監視官、ちょっと読み名が近藤先生と違いますけれども、同じ意味なんですが、
対する苦情を考慮して、その処理を監督する独立機関、警察の一部分ではない、こういうのがニュージーランド この、ホームページに書かれております。警察官の無線行為や不祥事、警察官が引き起こした死亡事故、警察官の怠慢、そういったものに対して、それをおかしいということで勧告する、勧告し、公表する機関であります。そこの委員長は現職もしくは退任した裁判官、25人から30人のスタッフがある。そしてこの独立警察監視機関がきちんと働かない場合にはきちんと働けという、さらにその上のオンブスマンとか人権委員会とかというのがニュージーランドのシステムです。これは一面で私国内人権官という委員会の委員として韓国にも行ってきました。韓国には国家人権委員会というのが2001年に設置されました。この委員会は必ずしも警察に対象だから、警察を含め警察や刑務所などの公権力による人権侵害に対する救済を扱うのです。同時に市民についての差別などについても扱っています。どういうパターンになるかということですか。5時目の2ページになりますが、捜査機関による不当行為対変更捜査、偏った捜査ですが、堀越事件の捜査、自白強要、徹夜の取り調べ、プライバシー侵害、こういったものに対して、それの対策、救済、原因を図る。権限としては、勧告、公表が中心であり、強制権限はないんですけれども、お役所、公務お役所に対してそういう勧告を出されると、お役所は当然それに同じお役所ですから従うことになります。一応行政機関なんですが、3県から独立した、行政機関としてこの人権委員会というのがあります。そして、そのスタッフは3分の1が官庁から派遣されていますが、3分の1は NGO から設置した、そして残りの3分の1は公募という形で大変国民に人気のある就職先だということで、優秀な人が集まっているというふうに言われています。その後にいくつか書いてますが、時間の関係で後で言っておいていただきたいと思いますけれども、フランスにもイギリスにもアメリカにもスウェーデンにもフィリピンにもインドにもこの人の機関はあります。国内人権機関というものについての詳しいものは、とてもまとめに1面のパンフレットがありますので、これも後で読んでもご覧いただきたいと思いますが、人権侵害の救済、立法政策で人権教育、これは裁判官や警察などに対する人権教育を含めて、政府から独立した機関なんですが、これは1993年に国連総会で決議されまして、国内人権機関を各国で作りましょう。東京新聞、先ほどのその3面で、この国内人権機関について詳しく紹介されていまして、これも西面でのパンフから作られたもの、このカラーで、お手元の皆さんが黒白ですけれども、国内人権機関はすでに世界で120カ国あるんですよ。日本は国連から何度も何度も早く作り出されているように勧告されているんですけれども、いまだに従っていないということを言っています。私が言いたいことは、共謀罪を作った以上は、先ほど申しましたように、それを適用させないために、こういった監視機関を作って、不当な権限、警察の権限の内容を防ぐ必要がある。そうして凍結する必要がある。過労問題の形で使われないようにする。そうして ICB に導くということが必要だというふうに思っているわけです。最後になりますが、警察を監視する機関というのは諸外国にすでにたくさんあるので、日本のようにそれがなくて公安委員会というのは一応形はありますけれども、実態は警察の全く統一ですので、そういうチェックする機関がない。これは共謀罪があろうとなかろうと、それは絶対に必要な機関だというふうに思いますので、この機会をですね、ぜひこういったものを作ろうという運動を起こしていただきたい。前川文化次官の、前文化次官の出会い系番の報道とか、東京新聞の社会部の望月記者に対する身辺調査、こういったことをさせてはいけない、
共謀罪があろうとなかろうと、そういうことをしちゃいけない。検察弁護の日本を何とか打破する必要があると思います。実現可能性があるのかということですが、この運動を大きく起こす必要があると同時に、国内人権界は必ずしも警察にターゲットを絞っているわけではないんですが、やはり、この国内人権界についてはすでに、ここに、書いていますけれども、2012年に人権委員会設置法案として国会に民主党政権で提出されています。安倍内閣が変われば、これは実現可能性は十分にありますし、国連からのプレッシャーを受けています。国内人権機関をぜひ作っていきたいというふうに思いますので、佐々木さんよろしくお願いします。続きまして、共謀罪対策弁護団の指導計画につきまして、三沢舞子事務局長にお話しいただきます。よろしくお願いします。こんにちは。共謀罪対策弁護団の事務局長をお迎えいただくことになりました、弁護士の三沢と申します。よろしくお願いします。私の方から、弁護団の立ち上げの目的、これからの活動方針という考えを具体的に考えている、現地で考えていることなどをお話ししたいと思います。共謀罪の問題点については、これまでの運動の中、それから今日お話しいただいた方々の中のお話で、もう十分こちらにいらっしゃる方は分かっていらっしゃると思います。共謀罪審理の中で、世論調査もやってしまして、で国連の特別報告者から懸念の書簡が出されるという国内外からの批判がある中、異例の強行採決がされずに今回迎えてしまいました。ただ国連の女性家たち、報告者から審議中での日米のスカイプでお話ししてくださったときに、もし成立してしまっても諦めることはないと、それからがスタートだと、それから正しい位置、表現の自分を本当に侵害されないようにする道を探っているとか、ちょっと正確なことはあるけど、諦めるんじゃないと、でいくらでも私は協力するという言葉をいただいて、すごく心強かったことを覚えています。なので成立したからといって本当に諦める必要はないと思っています。で諦めないためには、もうまずやっぱ忘れないこと、安倍政権が異例の強行採決したのも、採決してしまえば国民がすぐ忘れるという束をくぐっているところがあると思います。なので、私たちは国民は忘れない、諦めない、廃止させるんだと、そして表現の自由を守り抜くんだということの、そういうみんなの気持ちの拠り所になれば、そういう存在になればいいなと思い、弁護団を立ち上げることにしました。ここでじゃあ具体的な目的としてはどういうものがあるのかと言いますと、活動計画、その式次第の裏に活動計画がありますが、目的としてはまず何よりも共謀罪、あってはならない共謀罪なので廃止にしなければならないと、そのための弾み、廃止運動への弾みにしたいと、そのためにももちろん弁護士、審議中に問題点を数多く勉強した弁護士はいますが、まだまだ勉強が足りていないというか、まだよく問題点は分かるんだけれども話すに至ってないというような弁護士もいます。そういう人たちに対して、ぜひ広く勉強会を訴えたり、レジュメを回したりとかして問題点を語れる弁護士を全国的に多く作ると。そうやって、そういった学習した弁護士による全国での講師活動、外線活動などの普及に取り組んで、以後の共謀罪法案の廃止運動、また国会議員、野党議員の方々と連携して廃止法案を提出して、いずれしかるべきまともな政権ができた時に廃止を実現するだという、そういう弾みにしたいと思っております。それから、廃止に至るまでの間、間違っても不当な検挙がなされてはならないと、ただ万が一不当な検挙がなされた場合に、その時に慌てて弁護対策を講じるのでは遅いと思いますので、それまでにあらかじめ検挙が起きた場合の弁護体制、利用不足、対応などを準備を整えておくこと、そういったことをしておく準備をしておくことによって、捜査機関が不当な検挙を躊躇すると。慎重になって、検挙が起こらないと、そういった検挙の予防を目指します。それから、その検挙の予防とも連動しますが、そうやって弁護団の方で勉強を深め、対策を練っておくことによって、そしてそれを市民の
方々へも伝えることによって市民運動を萎縮させない、正当な市民活動、市民運動を萎縮させない、萎縮の防止ということを目的にしております。歴史的なことですが、ちょっと運営体制については共同代表事務局については、書いてある通りなのでこちらは、それから、連絡先は、当面本部としては、情報相談内に、ね、行きつけということになっておりますが、事件はどこで起こるか分かりませんので、地方はできれば各都道府県に活動の拠点、連絡の拠点として、その各地域の市民の方々が何か困った時に連絡をできるような法律窓口、窓口を、各県に法律事務所どこか一つ、作りたいと思っていますので、そこはこれから全国の弁護士に呼びかけていきたいと思っています。それから会員資格は弁護団となっていますが、弁護士に限るというつもりはなく、競合罪に問題意識を持っている団体の方々の会員は、広く求めています。特に勉強が知識を問題点を深めるにあたっては、学者の先生方と の勉強会というのも重要だと思っておりますので、学者の先生方、それからその問題点を広く広めていただくために、ジャーナリストの方々、そういった方々の参加も広く募集しております。それから、具体的な勉強会としては、これまでの誤解人事要求、それから政府作成資料、あとは第三者機関における検討状況、それから関係規則の制定、あと過去の関連事例、などの情報を集めて勉強会を開催しています。で、勉強会には、学者研究者の方、それから、NGO 関連の方、それから関連する市民運動の方々、広く呼びかけて、連携して進めたいと思っています。それから、そういった勉強研究の成果を一定の定期的に何か発信したい、文書、マニュアルとか書籍とか、そういったものを広げて、出版していきたいというふうに思っております。それからですね、ちょっと大事な問題ですが、財政はどうするのかということなんですが、こういった今の、書籍出版とか、そういったものによるで賄っていくことと、あとは皆様のご好意、ご参加をお願いしたいと思っております。それでですね、ちょっと今カンパ袋受付に置いてあったんですが、これからちょっとカンパ袋というものを封筒に付けたものを回させていただきたいと思いますので、もしよろしければ入れていただきたいなと思っております。今後の具体的な活動としましては、弁護団の主催ではないですが、弁護団が、参加しております、競合罪廃止連絡会、というものの主催で、9月15日にの日比谷屋奥で6時30分から、集会、競合罪を廃止できる 9.15 大集会というものがあります。今回チラシが入っていますが、競合罪が成立してから初めての日比谷屋奥の集会になります。政府に忘れてないぞということを示すためにも、やはりここで人数を集めなければほらなと言われてしまうと思います。もう今日ここに来ていただくよりそっちに来ていただく方が大事というぐらいに私は思っていて、これはもう私たちが頑張ってこれから広げればいいんですが、本当に日比谷湾の方はとにかく 1回目でありますので、ぜひとも関係団体、それからお知り合いの方にお声掛けして、一人でも多く参加していただきたいと思っています。それからこれは弁護団としての活動をお伝えしますが、予定として10月10日の火曜日6時30分10分から、市民向けの学習会を予定しております。文教区民センターの 3A という会場を手配しておりますので、具体的内容についてはこれから詰めていきたいと思いますが、市民の方々に、どうかの先生、それからこれからもどうやって活動していくべきか、萎縮しないでどうやっていくべきかということを広く、お伝えできたらと思っています。よろしくお願いします。続きまして、弁護団の、加藤健二共同代表からメッセージいただきます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。当面の連絡先に載っております重厚相談をお願いします。時間の関係は短くありますが、今日こういう集会シンポジウムを行われている、あるいは弁護団が結成されるということは、6月の強行措置、6月の施行という形で、区切りはつきましたけれども、
本当の意味での共同体を巡る私たちと政府与党の対決がまだ続いているというふうに思っていると思います。大会は実施して、物の言える社会にしたい、我々はそれを跳ね返して対処したい、まだまだこの戦いが続いているという、まあ、そういうことで今日のシンポジウムが行われているということをもう一回確認したいと思います。2つだけ言います。1つは先ほどから出てますように、やはり私たちが共謀罪の問題というのをいっぱい国会に出てきました。どん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 広げていくという、語り続けるという、あるいは監視をし続けるということです。2つ目は、この間憲法違反の法律をどんどん強行していった安倍政権がついに憲法9条自体に手をつけようとしている。その中でやはり憲法自体を守りますという運動を大いに広げていくということが大事だと思います。共謀罪や共謀罪を使おうとしている勢力にとって最大の天敵は憲法です。私はそういう立場でこの秋以降、皆さんと一緒に頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。続きまして、弁護団の共同代表であります南紀夫弁護士にお話しいただきます。よろしくお願いします。私は日本民主党国際協会というところで、活動しております。で、共謀罪の関係では共謀罪反対公式団体連絡会の中で国会での対策や、それからマスコミ対策、これを中心に活動してまいりました。で、そういう中で共同代表に取り組ませていただいたというふうに思っています。で、私自身は、今のこの国というのは、今まで話があったようにもう岐路に立っていると。で、お話があったように秘密保護、そして戦争法、そして共謀罪、そして今、憲法9条に手をつける、こういう段階にまで来ているということだろうと思います。で、日本国憲法というのは個人の尊厳、皆さん一人一人の人権、価値をですね、これを最大の価値に置いた統治の仕組み、これを作っています。その基本原理が民主、国民主権、民主主義原理であり、そして恒久平和主義原理であり、そして基本的人権の保障です。で、こうした基本原理をこの間の、安倍首相政権はことごとくそれを覆してきて、その根幹部分に手をつけてきているというのが今の現状だろうと思います。個人の価値を国家に従属させる、そういう仕組みに今作り変えようとしている、その現在進行形の中に私どもはいるのではないかというふうに思っています。で、その中でこの共謀罪を発動させない、廃止する、これは極めて重要な課題です。私たちのいろんな憲法9条反対の運動や、あるいは共謀罪廃止すること自体の運動や、いろんなそういう運動を私たちが自由に活発にやる、このことなしには私たちの自由は守れない。で、その私たちが活発に自由に運動すること自体を守るためには、共謀罪を廃止する、しかも発動させないのが廃止する、これが極めて重要なんだろうというふうに思います。で、この間法律はずっと作られてきていますけれども、実はですね、戦争法は残念ながら南スーダンに、実は武器が使用できると、海外に残しできるっていうふうに持っていきましたけど、結局撤退したんですね。で、他国の人を殺してないんです。だから自衛隊も死んでないという状況なんで、私はこの共謀罪も発動させないまま廃止というために、皆さん、市民の皆さんと私ども専門家が一緒になってですね、頑張ればできるのではないかと思っています。で、国会対策の中ではこの共謀罪法案というのはもう曖昧でとんでもない危険の法案だということを言ってきましたが、これからはこの法案は厳しく解釈しなきゃいけないということで、国会の中で言わざるを得なかった市民活動の自由を害さないということを、もう本当に虚偽だと思いますが、そういう話をしたわけですが、それを逆手に取って私どもは発動させない、そして皆さんの運動によって廃止を実現していきたいというふうに思います。で、そのために手を携えてですね、一緒に頑張りたいと思います。よろしくお願いします。式次第の、裏側のテスト計画のところには、共同代表が結成時5名ということになっておりまして、本日お話しいただいた先生から、これからお話しいただく海部先生の名前があるのですが、昨日、新たに、明日の自由を守る若手弁護士の会から、武井紀子弁護士に、共同代表
の就任をご快諾いただきましたので、現在の共同代表は6名ということになります。しかし、本日は竹井彦弁護士は別の予定がありましてご参加されていませんが、お名前だけご紹介させていただきます。続きまして、式次第の、4の、国会議員からの発言に移らせていただきます。社民党の、副党首であり、参議院議員の福島瑞穂議員にお越しいただいております。よろしくお願いします。どうも皆さんこんにちは。紹介していただきました社民党参議院議員福島瑞穂です。今日ここで満席でたくさんの皆さん、強行罪反対を一緒に戦った皆さんたち含め、本当に満席でこういう集会が持たれたことを本当に感謝し敬意を表したいと思います。また強行罪対策弁護団が今日ここでキックオフ発足するということも本当に心強いし本当にありがとうございます。秘密保護法もそうですが、対策弁護団ができれば、やはりそれが最大の作動させない大きな力になる。もし共謀罪を作動させたら許さない、みんなが、多くの人がそれに対して、文句言うぞ、抗議の声を上げるぞという中でですね、まさに共謀罪を作動させない、一番大きな力になると思います。また先ほども事務局長の三沢さんからも、三沢弁護士からもありましたが、これから講演会やさまざまな活動をまさに全国展開をさらにしていくということで、そのことを一緒に国会の中でもやっていきたいと思っております。共謀罪は参議院では17時間50分の審議しかありませんでした。しかも中間報告という委員会採決すらやらせないで前倒しで本会議で成立をさせました。本当にひどい、手続きの面でも本当にひどい、まさにそして中身も違憲の法律です。これがもうすでに施行されている。で、カナダ地産プライバシー権に関する国連の特別報告官はまさにこの結果、日本政府に対して質問を出したことに、先ほど小池慎一郎弁護士からもありましたが、これに対して日本政府が最近回答を出しました。ひどい中身ですよね。国会の中できちっと審議をしたとかですね、ちゃんと捜査に基づいてしかやらず監視社会で監視はしないとかですね、裁判所の令状が緩いということはないとかですね、厳格にやっているとか、どこでそう言えるんだ。こういうことに関してこれからもしっかり私たちは国会の中でも反論しきちっとやっていきたいと思っております。金田地さんが JCLU の証明で10月1日にも来ますし、先ほども事務局長からありましたが9月15日に大きな日比谷が音楽堂集会でまだ大いにこれ共謀罪許さないということをやっていきたいと思っております。そして共謀罪を作動させない、そして廃止していく、やっぱりまずやっぱり廃止していく、憲法違反の法律がこの社会にあってはならないんだという立場から、この共謀罪をの法を廃止法案を国会に提出するということに国会の中ではさらに全力を挙げていきたいと思っております。今日は民進党共産党の議員も来ておりますし、超党派で国会の中で廃止法案も出して実現を目指していくんだということにかけていきたいと思っております。ありがとうございます。2014年秘密保護法、2015年戦争法、安保関連法、2016年盗聴法の対象犯罪の拡大、そして、今年2017年共謀罪の成立、そして来年6月にでもまさに憲法9条3項に自衛隊を明記する、集団的自衛権の行使をする自衛隊、世界で戦争する自衛隊を9条に書き込むという自衛隊の明記ということはそれでしかありません。自衛隊を明記するということは戦後の出発点と戦後の70年間を全て否定する憲法9条の破壊であると、私は日本国憲法殺人事件、日本国憲法9条を殺人すると予告しているこの安倍総理の予告された殺人の、宣言に対してですね、多くの人とたくさんの人と、自衛隊を違憲と考える人も自衛隊を合憲と考える人も、そして自衛隊の中の人にも働きかけてたくさんの人々と憲法改悪を阻止する戦いを本当に大きくやっていきたいと思っています。共謀罪のこの廃止と作動させない戦いは
まさにそれにつながる極めて重要な戦いです。この社会で萎縮があってはなりません。人と話すことが犯罪になってはいけません。行動して政治に対して物言うことを犯罪とするような運動を本当に叩いていくようなこの安倍さん内閣は一日も早くやめてもらって、そして、明るい未来が来ている、あちらの未来をですね、多くの人と作るべく共謀罪廃止法案提出し、廃止する、作動させない、そんな今日の弁護団、会社と弁護団の結成、たくさんの市民と連帯して頑張っていきたいと思います。頑張りましょう。慣れていませんが、沖縄の風の糸数恵子参議院議員からメッセージをいただいておりますので読み上げさせていただきます。時間がありませんので、ちょっと抜粋でご紹介いたします。共謀罪に負けないぞ弁護団結成シンポジウムの成功を記念し連帯のメッセージを送ります。日頃より共謀罪法案廃止のためご尽力されている皆様に心より敬意を表します。私の地元沖縄からすれば選挙で明確な民意が示されているにもかかわらず米軍基地の 74% を沖縄に押し付け県民を苦しめておきながら国の方針に従わない市民を取り締まるという強硬な態度はかつて立ち退きに抵抗する住民を銃剣で排除し強制的に畑や家屋を破壊した米軍の銃剣とブルドーザーを彷彿とさせます。運動や市民を監視・排除する社会ではなく平和憲法に基づいた立憲主義と民主主義の機能する社会こそが真のテロ対策です。安倍政権打倒共謀罪法廃止のため今後も皆様と力を尽くしてまいります。共に頑張りましょう。続きまして式次第の方連帯挨拶の方に移らせていただきます。安倍球場会見の全国市民アクション実行委員会から高田健さん、よろしくお願いします。こんにちは、総合会行動実行委員会の高田健です。私たちはこの共謀罪を無実の調査するということで共謀罪の政治国家は一体だというのが大事なんですけれども参議院の近日での中間報告というような異常なやり方でこの共謀罪を通されてしまいました。これを本当に廃止していくためには私たちは安倍政権を倒す以外にないと思っています。安倍政権はこの5月3日に憲法9条を変えるという新たな方針を打ち出しました。私たちはこの安倍政権の9条改憲に反対するために総がかりを超える総がかりの運動を作って何としてもこの9条改憲を阻止するそういう戦いに今入りました。8月の31日ですけれども安倍9条改憲の全国市民アクションという新しい実行委員会を立ち上げました。2015年安保は歴史的な画期的な総がかり行動実行委員会というのを作りましたけれどもこの幅でも足りない。もっと大きく広げて何としてもこの安倍球場会見を阻止する今そういう決意でいます。日本の人口の約4分の1多分選挙に行く人を考えたら約半分に該当する3000万人の署名を今全力で集めようとしています。多分この数日の間に署名簿も皆さんの手に渡ると思います。9月8日には中野ゼロで出発集会をやります。その時点から、3000万署名を始める。本当に大変な署名ですけれども、これを来年の遅くとも6月いっぱいまでにやり抜こうと思います。安倍はこの間に球場会見を8日にと言っているわけですから、私たちはこれに間に合わせる戦いを何としてもやらなければいけないと思っています。総掛かりを超える総掛かりと言いましたが、例えば、球場の会、私も球場の会の事務局員でもありますけれども、球場の会は2004年に結成以来、他の団体と共同行動はしてきませんでした。これは球場の会の作ってきた幅とか内容から一切他の団体とは共同行動をしてこなかったんですけれども、今回の球場会見組織に関しては、球場の会は全体の意思でこれに積極的に参加し、3000万署名をやり抜くというそういう決定を
裁量を行って今全国にアピールをしています。こういう戦いを通じて何としても私たちは3000万社もやりたい、安倍政権を倒すことで休場会見を阻止するのか、それとも休場会見を阻止することで、あるいは共謀罪を廃止することで安倍内閣を倒すのか、この戦いしかないと思います。共に頑張ります。マスコミ文化情報労組会議の事務局長であります岩崎貞明さん、よろしくお願いします。ご紹介いただきました、マスコミ労働者 の団体の事務局長であります岩崎です。私は共謀罪の実行委員会のゆかりだったり法律家団体連絡会などと一緒にやってきましたけれども、まずはあれですね、対策の弁護団結成おめでとうございます。お伝え状況じゃないかもしれませんが、やはり共に戦う仲間の新しい構えができたということは本当に心強く思っている次第です。で、私はここに出てきた最大の理由はこの 9.15 大集会の宣伝であります。皆さんのお手元に知らせが配られているかと思いますけれども、今回、私たち実行委員会に加えて、アムネスティやグリーンピースなどですね、さまざまな市民団体にもご参加いただいて、共謀罪廃止のための連絡会というのを結成いたしました。この連絡会の主催で、9月15日18時30分から日比谷の学堂で大集会を行いますので、ぜひ皆さん、お誘いがあるようでお越しいただければと思います。共謀罪について言いたいことはもちろんいろいろあるんですが、時間もなさそうなので、ただ不当に人権を侵害する法律は、やはり内容を廃止したようにですね、廃止しなければならないし、絶対に廃止できるという確信を持って頑張りたいと思います。一緒に頑張りましょう。時間の都合上、式次第の6になります。会場からの質問は省略させていただきます。申し訳ございません。それでは最後に7、閉会挨拶、会場唯一共同代表、よろしくお願いします。会長からの発言がなくなっちゃったので申し訳ありません。この共謀罪対策弁護団ができたのがおめでたいのかどうか伺いませんけれども、本当に後半がですね、弁護士が集まって弁護団ができたことは僕は本当に嬉しく思っています。ここからこういう弁護団ができているのが良かったなというふうに思っているということです。これ自身がこの弁護団ができたことそのものがこの共謀罪を成立したためにですね、全く心がこう弱まっちゃってですね、萎縮したりするような気分になっているような市民団体があるとしたら、それに対する大きな励ましになるんじゃないかな、そのためにもこれを作らなければというふうに思ってやってきたんですが、そう思います。でもう一つですね、この共謀罪で、大職弁護団はすごく若々しい弁護士たちが中心になっているということがですね、すごく重要で、事務局長も運動が抱えてましたけれども、さらさらに聞いてくれて、我々のようなロードルというか、ベテランはですね、この若い人が一生懸命支えると、支えいたしますという形で、一生懸命これから活動をしていきたいなというふうに思っています。この活動の方向性が、先ほど事務局長からもきちんとご報告がありましたけれども、まずはその法律をちゃんと分析して研究していく、そして、実際に事件が起こった時には効果的な弁護ができる、専門家としてやっぱりそういうスキルをきちんと身につけたいということがあります。そしてそういう適応の監視をしているんだぞということを通じて適応させない、そういう力関係を作っていく、秘密保護法対策弁護団というのを作ったんですが、結局秘密保護法の検討時点ってないですもんね。実際事件が起きてないのかどうかもよく分かりませんけれども、とにかく、この共謀罪についても実際に適応させないということを大きな目標にしてやっていきたい。でその中で廃止 の声を大きく広げて廃止運動を共に戦う弁護団、そういうものでありたいというふうに思っております。でそれのもうたくさんの人に言いましたけど、私も、この9月15日のこの大集会、これ本当にですね、日比谷の山を一回したいんです。個人的にもですね、この集会やるっていうのをね、呼びかけたときに、どう会長さんどんなこと言うても、人が集まらないよと、ガラガラだったらどうするのと、そういう驚かしも受けましたけど、とにかくもうこれを埋めてですね、共謀罪法案を、廃止法案をちゃんと他に出してもらうんだと、
これをきちっと植えることでですね、国会議員の人たちにもですね、やっぱり、これだけの人がまだ反対しているんだと、廃止法を出さなきゃという気持ちになってもらえるんじゃないかと思うんですね。ですから、実は、千葉哲也さんに来てくれるということが決まったんですよね。条約が来てくださるということなんで、そういうことも一つ励みにしていただいて、三沢さんも発言することになっています。私もアピールをすることになっております。そういうことなんで、ぜひ、ここに来られた方は、自分が来るだけじゃなくて、周りの人を聞いてくると、そういうことをぜひやっていただきたいなと思います。もう一点だけ、金立さん の、指摘、その日本政府への文書に対する返答という文書ですね、8月の末頃ですけれども、出ているんですけれども、この文面をよく読んで、これの反応をこれから考えなければいけないというふうに思ってますが、一読した感じで言うとですね、本当に国会答弁というのをいろいろ言ってたことはやり直しに過ぎないし、一番ポイントになる、やっぱりこの法案のそれぞれの構成要件が非常に不明確でですね、報道の指針になり得ない部分についても、本当に綺麗なままくくったような答えしかしてませんし、もう一つそのプライバシー侵害への監視の仕組みがないということについても、何の答えということができてない。ほとんどゼロ回答に等しいような、そういう回答になっていると思います。で実を言いますとですね、この問題に関して、この9月から10月にかけて、極めて重要な催しがたくさんあります。10月1日に自由人権協会の結成70周年のシンポジウムというのが、一橋でしたですね、報道であるということで、この時には国谷さんがスノーデンにインタビューするなんていうすごい催しも付け加わっているようですが、金立さんも出席される予定です。でその翌10月2日には日弁連で、金立さんもお呼びして、前回はスカイプ進歩でしたが、今回は生の本物がちゃんと来てて、別に偽物とかでしたわけじゃないですが要するに映像じゃなくて、もう本当の金立さんが来てくれて、その場でもこの日本政府が出したものに対しての討論ができるのではないかなというふうに思っています。それから、ちょっと場所が遠いですが、10月の5日に大津のプリンスホテルでですね、日米連の人権大会が監視社会をテーマにして行われることになっています。そこでもスノーデン氏に対するインタビューをやることになっていますし、シャピロさんというですね、アメリカの ACLU でですね、関わってきた人のそういう、報告なども聞けるだろうというふうに思っています。で、この弁護団としては10月10日に、そういうことで勉強したことも踏まえてですね、この強行罪とどうなるかというか、ちょっと内容はまだ決まっていませんけれども、おそらくこの中田さんの、大学のペーパーに対する政府の配慮なんかも話題にしながら、この勉強会をやっていくことになったの。時間と場所だけは青い紙の下に書いてありますので、10月10日の6時半、東京国民センターの 3A であることになっていますので、またその時にお会いできればと思います。本当に今日は本当に、これだけ満員の方が来てくださって、皆さんの機会ができたということを心から感謝いたします。どうもありがとうございました。次第は以上になります。最後に、本日の参加者ですが、147名の方にお集まりいただきました。今後とも共謀罪廃止運用組織に向けて、これからも力を緩めず頑張っていきましょう。本日はお集まりいただき本当にありがとうございました。